福音ルーテル・聖マリア教会福音ルーテル・聖マリア教会は、ロシアのサンクトペテルブルク市にある福音、ルーテル教会で、市内の一番繁華なネフスキー大通りから、ボリシャやコニューシェンナや通りに入ったところにあり、現在の建物は1805年に作られ、2002年に修復している。もともと、フィンランド福音ルター派教会によって建てられたもので、通常、フィンランド教会と呼ばれている。 福音ルーテル聖マリア教会は、ロシアのサンクトペテルブルク市にある福音、ルーテル教会で、市内の一番繁華なネフスキー大通りから、ボリショイコニューシェンナヤ通りに入ったところにある。住所は、サンクトペテルブルク市、ボリシャヤコニューシェンナヤ通り 8A。現在の建物は1805年に作られ、2002年に修復している。もともと、フィンランド福音。 ルーテル教会によって建てられたもので、通常、フィンランド教会と呼ばれている。ロシアがフィンランドのこの地域を併合する前は、ここはイングリアと呼ばれていて、イングリアの福音ルーテル教会は400年の歴史がある。現在、フィンランド福音ルーテル教会のイングリア教区は、ロシアの西部から東部のイルクーツクにまで広がって75の教会があり、 東京会はそのうちで最大で中心的な役割を担う。日曜日の礼拝は現在10時30分からフィンランド語で13時30分からロシア語でが行われている。子供のための教会学校などの活動も行われている。ネフスキー大通りのこの地域には次のようなプロテスタント教会があり、スウェーデン教会では英語、韓国語などの日曜礼拝も行われている。 ネフスキー大通りの向かい庭があり、少し離れてやはり、ネフスキー大通りの東の方ににもある。ありがとうございます。